皆さんこんにちは。番組リポーターの近藤沙織です。私がリポーターとして市の広報番組を担当してから4年が経ちました。当初は取材の時楽しむ余裕がなかったのですが、今では伝えることに喜びを感じながらカメラの前に立つことができるようになりました。ところで、この広報番組がどのように作られ放送されているのか皆さんご存知ですか？今回の特集では、広報番組ができるまでと題し、番組制作の裏側を一緒に見ていきたいと思います。まずは今皆さんがご覧になっているこの広報番組ウィークリーさくらについてちょっとご紹介しましょう。平成5年10月にスタートしたさくら市の広報番組、始まった当初はお元気ですか市民の皆さんというタイトルで放送していました。当時のキャスターリポーターはオーディションで選ばれた市民の方たちがやっていたそうです。そんな広報番組も来年で放送開始30周年を迎えるんですよ。そして現在放送している広報番組ウィークリーさくらは毎週月曜日更新の20分番組、内容は市内で行われたイベントや出来事を紹介するニュース、一つの決められたテーマに沿ってシリーズ的に紹介していくコーナー、よりさくら市を知ってもらうために市の取り組みなどを詳しく掘り下げて紹介する特集で構成されています。そして番組をお伝えしているのは私を含め4人のキャスター、個性豊かなメンバーでさくらを紹介しています。番組を作っているのは広報課の映像メディア推進班の5人、週ごとに担当を決めてそれぞれが番組内容を考えます。それでは特集を例に見ていきましょう。常に情報収集は行っていますが、自分の担当する放送開始1ヶ月ぐらい前から準備を始めます。取り上げる内容は市の広報誌やホームページなどから情報を集めるだけでなく、一般的に興味のありそうな事柄をテーマに市としての取り組みとともに紹介するなど様々です。そしてテーマが決まったら企画・構成を考え、取材依頼の連絡や日程調整打ち合わせを行います。次に行うのが原稿台本の作成です。番組の流れやリポーターに話してほしいコメントなどを考えて形にすることで、撮影スタッフに前もって全体のイメージを伝えたり、取り忘れの防止になったりもします。そしていよいよ撮影の日です。今日は特集コミュニティバス旅南部地域ルート編の撮影にやってきました。市内を走るコミュニティバスに乗ってさまざまな見どころを私近藤がリポートします。それでは行ってきます。
撮影は集めた情報をもとに担当者が事前に作成した原稿に沿って進めていきます。撮影してみるとその場に行かなければわからないことなどもあるので、皆さんにどのようにお伝えしたらいいのか、スタッフ全員で現場で話し合うことも番組作りには欠かせないポイントです。あ、看板がありました。なんだかミステリアスな感じですね。ちょっと行ってみましょうか。その場の空気感や匂いなどカメラには映らない部分を自分の言葉で伝えるのはなかなか難しいものです。今回のように普段暮らしている街を取材することで新たな発見がたくさんあります。その発見や魅力を見ている方に感じていただけるように心がけています。撮影が終わったら次は編集作業。原稿に沿って映像をつないでいくのですが、ここは編集マンの腕の見せ所。できるだけ視聴者の皆さんにより正確に、そして分かりやすくお伝えするため、その内容や雰囲気に合わせてさまざまな効果を使いながら一つの作品を完成させています。今日は編集を終えた番組を確認する読み合わせの日です。南市水駅から、ここからバスに乗って佐倉市の歴史を学ぶことができるスポットに行ってみたいと思います。毎週月曜日に広報課の番組制作に携わる職員、制作スタッフで次週から放送する番組をくまなくチェック。ここで初めて番組を見て文字や情報に間違いがないか、映像とナレーション内容が合っているかなどを確認し意見を出し合います。そしていよいよ収録です。毎週木曜日にこちらのスタジオで担当のキャスターが番組の挨拶部分や映像に合わせたナレーションの声を収録していきます。それではここでせっかくなのでスタジオの中をちょっとご案内しましょう。まずは副調整室です。たくさんのモニターと機材、このボタンでスタジオのカメラ映像を切り替えて、それがそこのモニターに映し出されるんですね。続いてこちらがスタジオです。広報番組のセットはというと、じゃーん、聞いたことがあるかもしれませんが、クロマキーといって背景は別の映像と合成しているので、実際はこの緑色の幕の前で喋っていたんです。そして収録が終わるとすべての映像と音をつなぎ一本の番組にします。最後に全員で細かい部分まで確認し、修正がなければ完成。月曜日からの放送になります。駆け足でご紹介してきましたが、いかがでしたか？なかなか皆さんにお見せする機会がない番組制作の裏側を少しだけご覧いただきましたが、今後も番組を通して市民の皆さんへ市の取り組みなど様々な情報を発信していきたいと思います。そして私もキャスター、リポーターとして
大好きな桜をもっともっと皆さんにお伝えしていきたいと思います。まだまだ知らない桜がありそうですよ。それでは今週の特集はこの辺で失礼します。